あれ？通信だよ。報告、ハデス軍が艦内のデータシステムに侵入しようとしています。そう、じゃあシャットアウトして。発見が遅れたのでもう無理です。おっと、こんな時にはグレースにお任せ。全銀河系でも 1,2 を争うデートシステムのスペシャリストだからね。データシステムね。そう、それそれ。ラファエルのデータシステムのセキュリティはグレースが一手に引き受けちゃってるんだよ。私たちも時々お手伝いするんだけどね。皆さん、各モニターの表示を見ていてください。私はメインコンピューターでウイルスのブロックを試みますから。うわぁ、こっちのモニターになんか変な文字が並んでる。これって文字化け？敵がラファエルのシステム改ざんを試みているんです。危険レベル A のハッキング行為ですね。レーダーシステムに異常発生、正常に作動しません。こっちを攻撃すると見せかけてあちらを攻撃している。それならこっちも反撃ですから。お、表示が普通に戻ったよ。治った治った。いえ、ハッカーはハッキングを諦めたように見せかけることがあり、ここで気を抜くと大変なことになりますから。グレース様、頭がぼんやり、目がチカチカ。敵の侵入箇所を確認。本格的に反撃スタート。それにしてもどうしてハデス帝国軍はデータシステムに侵入してきたの？敵はデータシステムの中にある連合軍に関する情報を盗もうとしているの。情報ってどんな情報？作戦式に使われる暗号、機体構造の内部データ、そういったものすべてが彼らの獲物ね。グレス、現在の状況はどう？敵の侵入はすでになし。データの喪失なし。データシステム復旧完了です。モニターの前にいるグレースってなんか神々しく輝いてるよね。いつもはぼーっとしてるのに。なんだこれは。レーダーに大量の機影、ハデス帝国軍です。レーダーシステムがダウンしている隙をついてきたのね。隊長、すぐに出撃を。ふん、こんな時こそ作戦展開能力を披露してもらいたいものだな。来たか。それなら地獄の門へ叩き落としてやる。各員、戦闘配置。炎の天竜。
が剣の前に来たぞ。今に見ているがいい。戦闘終了。